ちは。こんにちは。こんにちは。よいしょ。こんにちは。でっかいシュシュ。よいしょ。さいかさん、ありがとうございます。ゆうたさん、ありがとうございます。よいしょ。こんにちは。こんにちは。メイドは夕方5時6時台でやりますね。次の17時と18時15分の時、そうにやります。ヤスさん、ありがとうございます。ほこんにちは。こんにちは。こんにちは。昼ご飯食べました。昼ご飯は妹とお寿司を食べに行きました。お父さん、ありがとうございます。ありがとうございます。姉妹仲いい。そう、姉妹仲いいんですよ。めっちゃ仲良し。
サーモン食べた、食べたよ。仲良し姉妹、そう、仲良しなんですよ。とりあえず今はナチュラルメイクでやらせてもらってます。ナチュラルメイクでやっております。まあね、メイドの時にね、ちゃんとしますちゃんとモリモリにしてきます。こんにちは、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。みんなはお昼何食べたんですか？お昼は、お昼は何食べたんですか？みんなはあれなのかな、お仕事でランチ行くときって何食べる？お弁当とか、うどん、バターチキンカレー、カルボナーラ。おー、食べてない、食べてない人もいるんだ。なんかお昼食べない人って多いのかね。幕の内弁当、おー、いいですね。ニンニクをオリーブオイルで炒めてパスタを入れました。あー、絶対美味しいじゃん。すごいささっと作れちゃう系のね、いいな。そういうささっと作れる人ってね、料理できる人だよね。いいな。
from Indonesia. Oh, yay, Indonesia. トップ3オールチームメイト、そうなんですよ、チームメイトなのよ、トップ3全員。うん、だから誰、私たち的には誰が1位でもいいよねっていう、みんな8だしっていう。そう、あやねちゃん史上最高に食べたのどんくらい、どんくらいだろう。でも最近一番食べたのは愛媛で、もう本当の初日、一番最初の12月の初日が終わった時に、パスタ屋さんでパスタとドリア食べて、その後にパンケーキみたいなの食べて、それぐらいかな。でも、うん、そんぐらいですかね。あ、お腹が消化してる。キュルキュル。宇宙大福完了。お、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。You know JKT? ジャカルタ? Yes! I know.髪がサラサラしている。こんにちは、こんにちは。発音いいね。いや、発音いい。ほんと?パスタのとこのセット普通に量あって、そうなのよ。めっちゃ量あったよね。うん。普通に多かった。多いし、美味しいしって感じ。あそこいいよね。なんかこの髪型でなんかこの服着てるとすごい OL みたいじゃない ?OL さん?
学生の家庭教師。ああ。愛媛はみかん何食べても美味しかったね。美味しくないみかんないよね、愛媛ってやばいよね、全部美味しい。危険です。危険です。こんにちは。魚もどこで食べても外れなかった。そう、魚もめっちゃ美味しくて、いやなんか本当にスーパーで売ってるお刺身とか本当にこっちでいうもういいお魚ですみたいな、なんか普通にいいお魚が普通にスーパーとかに置いてあって、そう感動した。なんか一回2月か3月ぐらいになんかすごい今日贅沢しようと思って普通に海鮮丼買ってでお刺身セット、お刺身盛り合わせみたいなのを買って、そう海鮮丼にお刺身を乗せて食べた。瀬戸内、そう頑張れ、ありがとう、こんにちは、こんにちは。みきゃんパークも良かった。みきゃんパーク行ってない。みきゃんパークいいな、みきゃんかわいい。タイとかカツオね、そうなんですよ。ウニ食べれますか？ウニは自分からは食べないかな。ウニあんま好きじゃなくて、なんかあんま好きじゃないんだなかったんだけど、でも一回すごい。お友達がアルバイトしてて、すごい回らないお寿司屋さん でそこでなんかその一緒に来たらめちゃくちゃサービスしてくれるよって言ってたから行ったの、友達3人で。そしたらめちゃくちゃ美味しくて、なんか絶対高いだろうって思ったんだけど、すごい1000円ぐらいでいいよって店長さんが言ってくれて、えみたいな、やばそのバイトしてる子の友達だからいいよみたいな。でその時にウニも出たんだけど、そうウニあんま好きじゃないんだよねって言ったんだけど、いやこれは絶対大丈夫だからみたいな。で食べたらめっちゃ美味しくて、えウニ初めて美味しいって思いましたってなった。そう、あウニって美味しいんだって思った。うん、でも本当に友達にバイトしてくれてありがとうって感じ。そう、あウニ1貫1000円、あ違う違う、全部ご飯普通に食べてお寿司いっぱい。すずねさんありがとうございます。ウニ1000円もやばくない？それバイト、友達バイトしてて別に何も得してないやん、普通やん、普通何も得されてないやん。その中にそのいっぱいお寿司の中にウニも入っててってこと。
シュート完投終わり、ありがとうございます。1位まで追い上げてます。いや違う違う、今3位になって、2位までの差だから、そう今3位ですよ。よいしょ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 。くまくまちゃんさん、まくまちゃんありがとうございます。まあ、でもさっきも言ったけど2位も3位も変わんないからね。変わんないことはないけど、うん、得点的には一緒だからね。まあまあ慌てずに、そう、あ全然慌てずに、やっぱ最終枠で全て決まるからね。そう最終枠になってみないと、イベント終了10分前ぐらいが本当の勝負みたいなとかあるもんね、ショールームイベントは。そう本当にさっきの配信でも言ったけど、なんかここで無理するよりは、なんかイベントとかお話し会とかで、そうなんかいっぱい来てくれた方がいいのかなって思った。うん、っていうかもうすでにみんな頑張ってくれてるというか、もうすでになんかね、すでにみんな頑張ってくれてるのよ。うん、本当にもう私的にはやっぱりイベントでここまで来れたからね、すごい私的には嬉しいです。次回の配信でも星投げます。そうだからみんなね、あんまりそう負担のない、まあ、星も大変なんだけど集めるのも、そう星のね、星とかあのカウントとかでもうぜひぜひ応援してくれたらいいなと思います。もちろんね、そういっぱい頑張ろうっていう気持ちはあるんですけど、難しいマジで。そう、ラスト恐ろしいね、ラスト恐ろしいよね。ここで会えるのが楽しいからね。ね、それはもちろんある。そう。まあ最後まで頑張っていきましょう。はい。というわけで。あと3分なのでランキングを読んで終わりにしましょう。いや本当にみんな本当に6日間、今7日目だけど、昨日までの6日間も本当にみんなすごい頑張ってくれてて、本当にありがたいなって思ってるんで、うん、もう本当に何だろう、胸いっぱい、うん私は嬉しさと感動とか、なんか
すごい幸せな気持ちでいっぱいです。まあ結果はね分からんけど、まあ今のところそういう気持ちです。13位夏前あね大福さん、12位のりあね大福さん、11位 YSA73 さん、10位安部さん、9位和田ちゃんあね大福さん、8位ハウザーさん、7位ダイヤマあね大福さん、6位お父さんあね大福さん、5位スイカあね大福さん、4位鈴音あね大福さん、3位くまくまちゃんあね大福さん、2位やすさん、1位ゆうたあねちゃんのことが大好きですさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、まだまだ本気を出してない人もいるかもしれないし、わからんけど、まあ最後までね何が起きるかわからないので、楽しく最後まで頑張っていきましょう。はい、じゃあというわけで次は17時からです。よろしくお願いします。バイバーイ、またねー。